どうも、翔平TV です。本日はね、ここにいるね、まっちゃんいるんですけど、キャッチボールしていきたいと思います。はい、で今回はね、こちら、フィールドフォースさんで売ってます、こちらの回転ボールを使って球の回転を確認しながら投げていきたいなと思います。はい、このね、青真ん中にピンクか線があって、こちらのボールを使ってやっていきたいと思います。回転チェックボール、いきましょう。いいね。あれ汚かった、ちょっと斜めだな、俺ね。あら、なんか汚いよお、いいね、回転チェック。あ、おいおい、見えるかな、最後。お、綺麗じゃない回転はね。何これ何これ、ふざけてんな、これふざけてんな。あ、いいね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 、ワイドいけ。やべ、なんかすごかったですね。そうそうそう、おー、いいね。あれあれあ、いいね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 。あれ？シュート回転して、シュート回転。オッケー、いいね。いいんじゃない？スライダーしてほしい。スライダーしてる？よく言われるわ。いいね。なんかスライダーしてんな。スライダーだけ、スライダー。おい、何投げた今。やばい。あ、でも今さ、回転すごいしなかった。え、微妙か回転のなんかこの向きが分かる。横だね、横だね。縦回転。いいね。このグローブもいいね。おー、いいね。やればできるんですわ。あ、ミットがいいって。ミットがいいって。音が悪いね。どうかな。どうすかね。すごいよね、この鮮やか。だいぶ鮮やか、鮮やか。あ、いいね。あ、いいね、伸びた。伸びはいい。楽しいね。そうだね、確かに。僕は何書いてんだ。球は重いでも、確かに球は重いっす。球の重さある。
はい、おう、カーブ投げれないですよね。マジで、カーブは別にこうひねったりしないで、そのままこのまま上に投げるだけ、力抜いて、力抜く、めちゃくちゃ変だから、力抜くタイミングが遅い、ダメだ、浮いてない、上に投げつつ力抜くの、こう投げたらさ、ほら、あの、そのすごい手前で落とすイメージ、すごい手前で、やばいやばいやばい、冒頭キャッチャーなんで、まあ、はい、おい、あと OK、 はい、はい、というわけで、というわけで、まっちゃん、はい、これね、そうですね、今回この回転チェックボールを、はい、使ってキャッチボールしました、はい、どうですか、これそうっすね、やっぱミットがやっぱ結構硬くて、ミットいいじゃねえか、すがミットいいじゃねえ、ミットいいっすか、ミットいいじゃねえか、いいミットだ、ミットがいいのでやっぱキャッチボールして楽しかったっすね、全然ボールの話じゃねえから全然ボールの話じゃないじゃん、それ、あ、そうっすね、すいません、そう、そのボールね、はい、自分がどういうなんか投げ方というか投げ方をしてこういう回転になってるかっていうか分かるんでいいなと思いました、そうっすね、はい、自分の癖が分かります、そうですね、思ったより自分の球の回転汚ねえんだなっていう、そうそうそう、分かりましたよ、分かりました、分かりました、分かりました、しっかりして、しっかりして、本当にしっかりしてね、ほとんどスライダーとかカーブとかしか投げてなかったまあちょっとまあふざけましたけどもまあこうやってこう普通に遊んだりもできる、全然ですね、遊んだりできるし、遊びながら自分のスライダーはこういう回転をしている、自分のシュートはこういう回転だとかさ、なんかあるじゃないですか、あります、その球種によってこう回転どんな感じなんかと、そういうのを意図した上で僕は投げました、え、まあ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 、そう、ちゃんと考えて、まあでも変化球もどういう回転してるのかっていうのが分かるっていうのは確かにでしょ、いいボールです、ね、ほら行ったほら行った、はい、っていうのを意図して俺はやってました、いい天気っすね、おいいい天気ですね、頼むよ頼むよはいはい、こちらのボールですね、2個入りで、販売されてます、お値段はね、ここに記載しておきます、ここです、値段こんな感じ、はい、次こちらベースボールタウンさんで購入できます、リンクは概要欄に載せておきますんで、ベーチャンでチェックお願いします、お願いします、はい、というわけで本日の動画は以上になります、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします、それではありがとうございました、本日の動画は以上になります、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします、それではありがとうございました、翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます、女子プロ野球選手や野球人みんな着てます、これ取ろうどうですかね、どう、あマッチャもちょっと言ってくんねえか、たまにはマジですか、たまにはマッチャも言ってもらって、で この辺は文字だから、はい、こっちからそう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 、もうちょい前、もうちょい前、そうで、あーって顔して、これ見てね、はい
OK。